18世紀に描かれたサントジュヌビエーブ修道院。サントジュヌビエーブ修道院は、かつて、フランス、パリにあったカトリック教会の修道院。フランス革命によりほとんどが破壊され、修道院を形成していた建物の一部は、現在アンリ4世高等学校の校舎となっている。現在のパンテオンやサンテティエンヌデュモン教会の近くにあった修道院は、502年に、 クロービス一世と王妃クロティルドによって、すでに墓地のあった、バッショマンズルコティショスに、聖師と修道院の名で建てられたとされる。聖、ジェノフェイエーバは、この場所に祈りに来ており、祈るために通った道は、パリご区のラモンターニュサントジュヌビエーブ通りとして、現在も残る。512年に亡くなった聖ジュヌビエーブの遺外は、クロービス一世と共にこの修道院内に埋葬され、 その後王妃クロティルドもそこに加わった。857年のバイキング襲来で修道院は荒廃し、12世紀初頭、クリニー修道院の聖職者トゥルネーのエティエンヌの命令で再建された。6世紀から7世紀に幾度か教会会議が修道院で開催されたが、ルーアン式をプレテクスタが開催した577年のものがよく知られる。大きな災難の時も、 聖ジュヌ・ビエーブの聖遺物箱はパリ市中の礼拝更新を行った。聖遺物箱は彫刻家、ジェルマン・ピロンの作品で1242年に193マルクの銀と7マルク半の金を用いたボナールが作った彫像と金細工でできていた。1667年6月24日、デカルトの同性の棺は大理石の記念碑の下に安置された。 セアウグスチノ会の規則を遵守するフランスの団体、コングレガティオンドフランスの責任者として、サントジュヌビエーブ修道院は、ジェノベファンを自称した。17世紀から修道院は、ヨーロッパに、大きな影響を与えた。修道院の聖職者だったフランソワドラロシフ公、ー奇教によって始められたセアウグスチノ会、修道院連盟は、トレント公会議によって要求された。 聖アウグスチノ会の改革を導入する意図を持っていた。フランス革命以前、修道院の復興事業が始まった。新たな修道院建物は地下の骨堂の上に建てられた。建築家、ジャック・ジェルマン・スフーロによって設計された。この建物は、現在は、バンテオンとして知られている。修道院の資産の中には、サントジュヌ・ヴィエーブ図書館となった重要な図書館があった。 天文学者、アレクサンドル・パングレはこの図書館の司書であった。その後、かつての修道院付属教会は何世紀にもわたって荒れるがままになっていたが、フランス革命に伴う宗教弾圧により、修道士たちはすべて追い出され、1793年にセージュヌ・ビエーブの聖遺物箱はパリ造兵局で溶かされ、遺骨は燃やされた。 さらに1807年にクロビス通りを通すため古い建物はすべて壊された。かつての教会の原型を留めるものとして、アンリ4世高等学校の敷地内にクロビス塔が唯一残っている。アンリ4世高等学校の校舎は13世紀から17世紀にかけ建てられた修道院建物で構成されている。なお、デカルトの遺体は1792年に パリ市内のサンチェルマンイコールデイコールプレ協会に改装されている。また、聖ジュヌビエーブの断存した唯一の聖遺物は5区のサンテティエヌ・デューモン協会に安置され、協会名としては18区のサントジュヌビエーブ・デグランド・カリエール協会に現れている。surcosmovison.com、ハットページ32でウーブルフィロソフィック・パール、ルイス・エメ・マーチン。 1838オーギュストディースレスエディターありがとうございます。